3歳からサッカースクールでボールを蹴り始めた慎太郎は、生まれた時から日本人の父とは英語でしか会話をしていない。Gee, I pushed the wrong way. How do you think of the life in elementary school? Better than kindergarten? No. What? Kindergarten was better. How come? Because I don't play more. 幼稚園の年長の時には初めて大会に出場。するとわずか4試合でなんと41ゴール。見事優勝し、当然 MVP にも輝いた。4年生の時には年上5年生を相手に圧倒的な技術で4人を抜き去り華麗にゴール。5年の時には広島市で優勝を果たすと、県でも3位に輝いた。おい、ナイス、ゴー、よっしゃー、グレイ。6年生ではアンダー12におけるフットサル日本一を決めるバーモンドカップでベスト8まで勝ち進んだ。中学からは広島のチームから横浜のエスペランサ SC に移籍。中学2年の時にはフジテレビ系列のドキュメンタリー番組未来モンスターで密着もされた。しかしエスペランサ SC ではフィジカル重視のチームスタイルと慎太郎のやりたいサッカーが合わず、悶々とした日々を送る。自分に合ったユース年代のチームを探すためにいろいろなチームの練習に参加。そしてついに相生学院サッカー部と出会う。相生学院サッカー部はサッカーだけではなく社会に出ても活躍できる人を育てることを第一に考え、サッカーにおいてもその理念は選手権優勝ではなく選手を育てることこそが大切だと考える。選手が卒業後でも活躍できるようにすることが大前提として、もちろん目指すは全国制覇。相生学院サッカー部1年の高橋慎太郎です。最初練習参加来た時にジュリー監督と上野総監督の両方に見てもらって、で練習後2人と面談をさせてもらったんですけど、その時にチームのコンセプトであったりとか、僕がどうやったらプロになっていくかっていうビジョンとか、そういうものを、はっきり伝えてくれて、それがいいなと思ったのと、あとはもともとアルゼンチンに行きたかったので外国のサッカーを学びたくて、ここが最高の場所かなと思って選びました。チームのコンセプトはまず守備はハイプレスで、攻撃はしっかり後ろから組み立ててボールポゼッションしてサイドチェンジを対応するっていう、サッカーなんですけど、自分はキックアンドラッシュって言って裏にどんどん蹴るサッカーがすごい苦手で、ポゼッションサッカーをしてそこに対して相手の間に入ってボールを受けてっていうのが、得意な選手なので、その武器がうまく生かされるコンセプトだなと思って、あとはサイドを多用する分相手がサイドに行きやすくなるんで、そこで、自分のポジションである真ん中のとこが空いてきて、そこで自分の良さが出せるかなと思ったので、サッカー以外の人間性っていう部分でも、寮生活っていうこともあってすごく成長できたと思います。So what do you think about me
just right now? I think my Japanese, I don't want to make a mistake when I'm doing tactics or I'm talking, because I think very quickly. I don't want to make a mistake in my Japanese is not good enough to do a team talk without making a mistake. So for me, Shintaro is fantastic for me because I can think about what I want to say and no mistakes, because Shintaro understands football. How are the soccer players? Because Shintaro understands football. His understanding of football is a very good level. He's very intelligent, and when he plays, he's very intelligent. He has two more years to go, three years in total, but two more years after this year, and he will develop. So I already know he understands everything I say and everything about the speed of the ball, first touch, control, changing sides. So he knows everything. And this is very important as a translator, because if you have a translator who doesn't understand football, it's very difficult. What do you think I must develop and fix to be a better player? I think you have a great football mind, but the game now is quite physical. Like today, they push and they're coming in, and you have to use your physical strength to protect the ball. And sometimes you have to use your strength to protect the ball. So I think once in the next 2-3 years you build up physically, I think you will be a top player, because your thinking is top level, and your passing, your understanding, and you put the ball into safe areas, and you know the movement of our wide men, and you know the movement of Yamato and Morikoshi, and you can give good balls. So for me, that's the only thing that you're missing. But this will come. This will definitely come. So, you know, it's just when, you know? フィジカルは、まあ人によっていつ来るかが違うので、まあ、それを待つだけです。いろいろすごいところがあるんですけど、一番は選手にすごい真摯に向き合ってくれるところで、前の試合良かったにもかかわらず、この怪我から復帰した人が帰ってくることで、ベンチになってしまった選手とかに対して、なんで良かったのに外したのかとかをちゃんと説明してくれて、まあ、選手が納得いくようにやってくれてるっていうのが、まあ、すごいなと思って。ピッチにいるときは、ネガティブな言葉を出さないんですよ。ナイスプレーとかそういうことしか言わなくて、で、まあ、ネガティブな悪いプレーとかがあっても、そこは、まあ、自分の中で止めといて、選手たちにネガティブな感情がいかないようにっていうのをしてくれてて、そのおかげでみんな変な緊張をせずに、常にポジティブな、マインドでプレーできてると思います。他の、まあ、人よりも英語で話せる分、まあ、気軽に向こうもアドバイスしてくれるんで、世界トップレベルのを見てきた人からの貴重なアドバイスがもうたくさん聞けて、まあ、それが自分のプレーとか練習での改善するところとかに生かされていると思います。まずは個人としては、できるだけ早くプロで活躍できるレベルになって、ジェリー監督からも言われているように、フィジカルがなくてもしっかりボールをキープできるような、ファーストタッチでボール剥がすとか、当てるタイミングで自分の方が体が弱くても相手に負けないとか、そこを改善していきたいと思います。チームとしては新人戦、インターハイ、選手権と3大会全部優勝して、でインターハイ と選手権では全国取れるように、チームメートともコミュニケーション取りながらやっていきたいと思います。まあ、毎日努力を続けて、できるだけ早くプロで活躍できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。